はい。えー、それでは11月12日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。計画表を作成して毎日、えー、実行できていますでしょうかえー、1週間ほど前にもお伝えしたと思うんですけれども、独学だとなかなか計画を作成して実行、これできない方が多いんですね。で、竹の勉強っていうのは別に義務じゃないんですよ。 仕事とかだともう半分義務みたいな感じですよね。仕事行かないと生活できなくなっちゃうので、まあほぼ義務に近いかなと思うんですけれども、宅ケの勉強って、まあ、別に勉強しなかったとしても、まあ、生きていくことは可能なんですよね。なので、なかなか続けるのっていうのは難しいんですよ。実際仕事や家事、育児で忙しいために結果的に勉強できない。まあこういった方がもうほとんどなんですね。ただこれだとですね、もう合格はやっぱできないんですよ。 もし、勉強はやりたいけど、忙しいことを理由に勉強ができていないというのであれば、ぜひですね、個別指導をご検討いただければと思います。個別指導では、私が計画を作成したり、修正などして、計画管理を行っています。計画管理っていうのは、一週間に一度、勉強ができているかどうかの確認を行って、もし、勉強ができていないというのであれば、じゃどうすれば勉強を続けるようになるのか、ここまでアドバイスさせていただいております。 まあお客さんとやりとりしながら勉強を続けるようにするにはどうやったらいいのかっていうのをまあ一緒に考えていくっていう感じですね。なんで、ぜひ勉強を続けることができないという方は、個別指導をご検討いただければと思いますで。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。それでは問一1、代理ですね。A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結した。C は A を B の代理人と信じていたが、 B はこの売買契約について A に代理権を与える旨の表示をした事実はなく、また A は B に対して何らの代理権も有していなかった。この場合、売買契約は有効に成立しているが、B は売買契約を取り消すことができる丸か。まるか罰かという問題です。で、答えはツですね。問題文の中に A に代理権を与える旨を表示した事実はない。 また A は B に対して何らの代理権も有していなかったと書いてありますね。つまりこれ簡単に言うと A は無権代理人だということなんですよ。無権代理による契約っていうのは有効に成立しているとはならないんですね。従ってえ罰です。この有効に成立しているこの部分が誤りだということですね。 で、このあたりはもうきっちりですね、これ問題文を理解するということが重要なので、ちゃんと A は誰なのか、B は誰なのか、C は誰なのかっていうのを、まあ、図を書きながらですね、えー、読み進めていくのがいいと思います。まあ、今回で言うと、A は B の代理人なので、A が代理人で、B が本人ですね。で、C が相手方というような関係性になります。途中なんですけれども、ぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。グッドボタンたくさんあると励みになりますんで、 グッドボタンを押していただければ嬉しいです。では問い2です。不正手段により免許を受けた者は300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役またはこの陛下に処せられる丸か罰かという問題です。答えは丸ですね。不正手段により免許を受けた者、無免許で宅建業を営んだ者、名義貸しをした者、業務停止処分に違反した者、まあ、この4つに該当する者っていうのは 300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役。またはこの陛下。この陛下っていうのはどっちも受けるってことですね。このどっちも処せられます。従って答えは丸です。でちなみに、もし、宅建業者法人だった場合っていうのは、1億円以下の罰金になりますので、まあ、この点もですね、合わせて覚えておきましょう。で、問三3です。市外閣域内の高地、面積3000平米を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1ヶ月後に、 高地と一段の土地である市街角域内のお土、これ4000平米です。これを購入することとしている場合においては、高地の事後届では、お土の契約締結後に、お土の事後届出と合わせて行うことができる。丸かばつかという問題ですえ。答えは×ですね。市街角域内の高地、まあ、3000平米の高地を取得して、その1ヶ月後に一段の土地となるお土を取得すると。 ま、こういった場合なんですよね。で、本問は、高知を購入した時点で、事後届けでの面積要件、2000平米以上、これ達していますよね。これ以上です。で従って、この、高知を取得した日から2週間以内に、事後届けでをしなければなりません。で、今回問題文では、この高知の事後届けでっていうのを、お土の契約締結後に、 お土の事後届けと合わせて行うことができるってなっているので誤りなんですね。高知の事後届けでは、高知を契約してから2週間以内に届け出をしなければいけないっていうのが正しいです。これも基本的なルール使えば答え導けると思いますので、絶対得点できるようにしておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオ野でした。